エルビッテは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンソベルク行政管区のゾースト軍に属すしである。エルビッテは、ベストファーレン地方の、リップシュタットの南約8トルゾーストの東約1 5トルドルトムントの東約6 0トルパーダーボルンの西約3 0トルの位置にある。最高地点は、 市の南東部の海抜183.8メートル。最低地点は、ベックム地区の北西にある海抜75.5メートルの地点である。大きな小都市に格付けされる。この町の面積は89.41平方キロメートル。南北幅は約7キロメートル。東西幅は約15.5キロメートルである。地域の大部分は農業に利用されている。エルビッテは、 北は、リップシュタット、東は、ゲーセケ、南東は、流ン、南は、アンデヒテ、西は、バーとザッセンドルフと境を接している。エルビッテは15区からなる。セーラウレンティウス協会、エルビッテセーラウレンティウス協会とゲーセケ、セーペトリシ協会は、ゾーストと、パーダーボルンとの間の古くからの教区である。 この集落の存在は9世紀のコルバイの文書によって証明される。この集落は2つの街道、ヘルベイクとリッパーベイクの交差点に位置していた。ここにあった王宮には多くの王や皇帝が訪れている。特にハインリヒ一世は935年にここに滞在し様々な文書を作成している。ハインリヒ二世はパーダーボルン司教、マインベルクに いくつかの書量を寄贈した。コンラート2世は、1027年に、エルビッテのキューリアレジスをパーダーボルン司教区に寄贈している。王宮には礼拝堂が付属していた。これはこの周辺で最も古い教会建築であった。教区管轄権は、ケルンダイ司教区の管轄下にある、ラウレンティウス教会が有していた。これは、ジー・ゲビン・フォン、アー・レ司教のもと。 ゾウスとのパトロクリ修道院の会に置かれた。中世にはこの集落及びその周辺は様々な重要な貴族家の所領となった。その中にエルビッテ家も含まれる。1027年にはマーケットが開かれた。しかしエルビッテは中世には法的な意味において都市ではなかった。ケルン大司教は百五十六年に初めてこの 集落の裁判所の所有者として記述されている。これ以前エルビッテは、ケルンとパーダーボルンとの間で何度も論争の種となっていた。17世紀にランツベルク2、エルビッテ家が、ケルン選定校の大官職とエルビッテベスターコッテン、領管区の世襲官僚職とを統合することに成功した。ランツベルク家は、エルビッテ城を建造した。ドロステ2、エルビッテ家は、 エルビッテ帝を建設した。1630年頃の魔女狩りの時代には、ハインリヒシュルトハイスが、エルビッテでの魔女狩りを指揮した。1630年に、ベスターコッテン住民は、残念なことに、魔女の神門、処刑、根絶があまりに手ぬるいと訴えている。エルビッテの司祭ヨドクスボゲットは1630年に、幼児続かいとして家計に処せられた。 1920年代になると、セメント工場によって、経済的発展が起こり、エルビッテは1936年に、地に昇格した。国家社会主義の時代、エルビッテの城に、ダフと NSTP の訓練施設が設けられた。1959年から1970年まで、エルビッテは、第21迎撃ミサイル大隊及び、第2砲兵大隊の中屯地であった。部隊は、 地元の上官であるエルビッテ城に宿営した。この舞台は1970年に、メーネ湖畔のエヒトロープに移転した。1975年1月1日、ミュンスター、ハム法の46に基づき、それまでのエルビッテ・シトバート・ベステルンコッテン、ベーレンブロック、ベックム、エビングハウゼン、アイケロー、ホルンミリングハウゼン、メルクリングハウゼン、ビュケリングハウゼン、ノルトドルフ、シャルレルン、 シュメルレッケ、ゼイリングハウゼン、シュティルペ、フェルリングハウゼン、ベッキングハウゼンが合併し、新たな自治体が形成された。この自治体は、エルビッテの名称を使用し、市の称号を引き継いだ。アムト・エルビッテは廃止された。その権利継承者は新たに形成された、エルビッテ市とされた。エルビッテ市の市議会は、34議席からなる。市長は、セディ。 FDP のペーター・ベッセルである。紋章エルビッテ氏は、1977年12月21日付のアルンスベルク行政官区長官の文書によって、キュアムとエルビッテのものとほぼ同一の紋章を使用する権利を許可された。紋章の図柄、金字と赤字に左右に分割。向かって、左は金の冠を被り直立した赤い獅子。 向かって、右は横棒が入ったボルフスアンゲルにも見える、ハウスマーク風の金の紋章図形である。解説、配色は、コルバイ修道院、獅子は、エルビッテ騎士カの紋章、ハウスマーク風の図形は、ゼルザーハーケンを意味しており、バート・ベステルンコッテンのヨハネス教会の教会等に、掲げられている。旗と、上り、エルビッテ氏は、 1977年12月21日付のアルン・ソベルク行政官区長官の文書によって旗と上りを使用する権利を許可された。旗、長辺と平行に黄色地と赤字に1、1の幅で2分割。中央に市の紋章。上り、長辺と平行に黄色地と赤字に1、1の幅で2分割。上半分の中央に市の紋章。 印象エルビッテ氏はさらに1977年12月21日付のアルンスベルク行政官区長官の文書によって印象を使用する権利も許可された。図柄、印象は氏の紋章の周りに上部には下と下部にはアーウィットと大文字で記されている。エルビッテの旧市庁舎、エルビッテの市域内には多くの見どころがある。主なものを以下に列記する。 バートベステルンコッテンのクアパルクエルビッテ駅エルビッテは連邦アウトバーン A44 号線沿いにある。このアウトバーンはエルビッテ市内で連邦道 B1 号線及び B55 号線と交差する。エルビッテを通る鉄道ミューンスター、バールシュタイン線はベストファーレン地方鉄道の幹線であり貨物輸送に用いられている。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。